大変お待たせいたしました。皆さん、こんにちは。本日は特定非営利活動法人クライムインフォの主催による高橋哲也先生によるオンライン講演会。なぜ私は死刑に反対するのか、にご参加いただきまして誠にありがとうございます。私は主催団体であるクライムインフォ代表の田草利舞子と申します。私たちは今 毎日リアルタイムでヨーロッパでの戦争で多くの命が失われていく様子を目の当たりにしています,進行,をする進行を非難する声が高まって様々なアクションが広がっていきますその一方で戦争と同じように国家が人の命を奪う死刑の問題についてはなかなか関心が高まりません こうした社会情勢において、私たちは死刑とどう向き合うべきなのでしょうか。本日は、戦争と死刑は国家が合法的と称して行う殺人行為である。このようなメッセージをアムネスティ日本のホームページに寄せていらっしゃいます哲学者で、東京大学名誉教授の高橋哲也先生をお招きし、お話を伺います。 なお本日の予定ですが、はじめに60分程度ご講演をいただきまして、その後皆さんからのご質問にお答えいただく時間を終了の3時30分まで時間の許す限り取りたいと思います。ご質問のある方は Q&A の機能をご利用ください。では、講演の前に高橋先生のご紹介をさせていただきます。高橋哲也先生は、 20世紀の西洋哲学、特にジャック・デリダなど、現代思想の研究で知られる大変著名な哲学者です。また、歴史、教育、憲法、原発、基地問題など、政治や社会問題に全般にわたって幅広く活動され、えー、著述され、そして発言もされてきました。では、高橋先生、よろしくお願いいたします。 はいえー、皆さん、こんにちは、えー。ご紹介いただきました高橋でございます。えー、と私の声は十分聞き取れるでしょうか大丈夫でしょうか、えー、今日はですね、私はなぜ死刑に反対なのかというタイトルでお話をさせていただきます。えー、どうぞよろしくお願いいたします、えー。ご存知の通りですね、死刑には賛否両論があります。 死刑制度を廃止した国でも死刑賛成派が多数だったりするわけですねで、皆さんの中にはあまあ今日はおそらく反対の方が多いのかなと想像していますけれどもまあ、賛成の方もいらっしゃるでしょうしどちらとも決めがたいけれども気になっているという方もいらっしゃるでしょうねで、私は死刑に反対でしてまあ、だいぶ前になりますがまあ、公に発信する機会も何度かありました そして今もその考えは変わっていません。ただですね、問題はやっぱり難しいなと、これはまあ年を降るにつれて実感するようにもなってきています。ですので、まあ私の話がですね、えー、賛成の方、反対の方、あるいは迷っている方、まあ、それぞれの皆さんの参考になるかどうかは分かりませんけれども、死、え、刑、ー、反対派の意見の一つのサンプル、 死刑反対派の市民のですね意見の1つのサンプルとしてお考えいただければ幸いです。えー、っとまず最初に、日本の死刑制度がですね今、内外でどのような状況にあるかということを見ておきたいと思います資料、えー、を共有させていただきます。 えっと、あこれはアメリカの状況ですが、えっと、まずは世界の状況から始めたいと思います、えっと。アムネスティ・インターナショナルのデータを見ますとです、ね、現在、あらゆる犯罪について死刑を廃止した国が109カ国、いわゆる通常犯罪については死刑を廃止したという国が8カ国。えー それからあの過去10年間、執行がないという、いわゆる事実上の廃止国ですね、これが27カ国、合わせて144カ国、えー、これが、まあ、法律上および事実上の死刑廃止国、で他方で死刑存置国は55カ国だというんですね、つまり、あらゆる犯罪について死刑を廃止した国だけでも、死刑存置国の約2倍になっているということだと思います。 で特に1990年代以降にですね、廃止国が急激に増えている。で約30年間、この30年間にですね、70か国以上が死刑の完全廃止国になっているというんですね。EU はこれはあの皆さんあのご承知だと思いますけれども、も死刑廃止が加盟の条件になっている。そしていわゆる、まあ、先進国、 と言いますか、OECD の加盟国、38カ国あるわけですけど、その中でえ死刑損置国になっているのは、今やアメリカと日本だけだと、まあ、こういう状況にあるわけですね。で、そのアメリカですけれども、まあ、連邦と軍は死刑を尊置しています。しかし、州ごとに見ますと、50州のうちで23の州がですね、死刑を廃止している。 で過去10年間執行していない、まあ、事実上の廃止州というんですかね、廃止州を加えると、まあ、36、過半数になると。廃止する州が増える傾向もあるわけなんですね。首都のワシントン DC も廃止しているで。今ご覧いただいているこの表に最近の動きがありますが、昨年はこの一番下、南部でですね初めてバージニア州が あ南部で初めて死刑を廃止した。あのアメリカだとその判決も執行もテキサスが多いんですけれども、バージニアもこのフロリダなどと並んで,です、ね、多かった、そこが廃止した。そしてバイデン大統領も死刑廃止を公約して、えー、当選しているんですね。で、えー、バイデン氏のお公約を見ておきましょう。これですね えー、死刑は廃止する、1973年以来、アメリカで死刑判決を受けた160人以上の人々が、後に節縁されている、まあ、ん罪だということが判明していると、すべての死刑事件において、正しい判断が行われるとは限らない、したがってバイデンは、連邦レベルにおいて死刑を廃止する法律を成立させ、州が連邦政府の手本に従うというインセンティブを与えるよう働きかける。 死刑を言い渡されている人々は仮釈放のない終身刑に服すべきであると、こういうんですね、でこれはの、コーナー大学の笹倉かなさんの役文でしてあの、クライムインフォのサイトにです、ね、笹倉さんの,このアメリカの死刑制度の動向という論考が掲載、アップされていまして、とても参考になりますので、これ、お勧めをしておきたいと思います。 でもちろんこれはあの公約ということなので、実現性はですね、政治状況に左右されます。えー、次の選挙でまたトランプ大統領などということになると、死刑執行が再開されるかもしれない。で連邦最高裁は今、保守派が多数ですから、まあ、違憲判決による決着というのもなかなか見通せない、えー。それでもですね、州レベルで廃止が増えているというこの傾向。 そして廃止を公約する大統領が出現したということ、あるいは議論の活発さ、あこういう全般的な状況を見ますと、日本に比べれば、はるかにアメリカの方が廃止国に近づいているようにも見えるわけですね。で、このような死刑廃止が進む世界の流れ、えー、これはあ、ま、第二次世界大戦後の世界人権宣言ですね、ここから始まっていると言ってもいいと思います。 国際人権法の発展に沿っていると。でさらに、冷戦終結後には、いわゆる人権の主流化、人権の主流化などということが言われまして、まあ、いわゆる人権の論理ですね、これに支えられているということが明らかだと思います。えー、例えば、死刑廃止条約というのが1989年、国連総会で採択されているわけですが、これ、正式名称は長くてですね、 えー、死刑廃止に向けての市民的および政治的権利に関する国際記憶、第二選択議定書というんですけれども、この死刑廃止条約の締約国は現在90か国だと、えー。日本は採択の時に反対し、署名もしていません。で、この死刑廃止条約全文でです、ね、前文で、えー、死刑廃止は人間の尊厳の高揚と、 人権の一層の増進に寄与するものであるとそして生命への権利の享受の進展であるというふうに歌っていますあるいはですね2000年に採択された EU の基本権検証というのがあります、えー、これも見ときましょうかね、えー、これなんですが これは第一章、ディグニティですね、えー、尊厳の第一条に、人間の尊厳は不可侵だと、アンビオラーブルだと、尊重され、保護されねばならないというふうになってまして、第二条で早速ですね、すべての人は生命への権利を有する、何人も死刑,に死刑を科せられ、執行されてはならないというふうに訳しましょうかね、そういうふうに定められています。 要するにですね、人権の中でも最も基本的な人権、それがなければ他の人権が意味をなさなくなるような根底的な人権として、え生命の権利、生命権というものを立てて、それを奪うことは人間の尊厳を著しく毀損することになる、こういう論理なんですよねで。国連人権理事会は過去3回、この定期審査をやって、 えー、日本政府に、えー、その審査の結果を踏まえてですね、死刑廃止そして執行停止の勧告を出していますね。で EU も日本で死刑執行があるたびにまあ、厳しい批判を向けてきます。で日本政府はこれらに対してまあセロンが死刑制度を支持しているんだとこういう理由でま拒否しているわけですが。 えー、しかし、それに対しては、ですねこの世論の多数派が死刑支持であっても、政治のリーダーシップで廃止した国が多いんだと、というか、むしろほとんどそうだというふうにこう反論されるんですね。で、実際問題としては、日本の歴代の政権で死刑廃止を目指した政権はないですよね。で、政府が世論の支持を持ち出すときには、おそらくこれは口実に過ぎない。 でいよいよ答えに窮してきますと、えー、例の,あの森山真由美、当時の法務大臣の発言いうのがよく知られています。まあ、死刑は日本の文化だという趣旨だと思うんですが、えー、死んでお詫びをするという表現、これに我が国独特の冤罪に関する罪悪に関する感覚、我が国独特の 罪悪に関する感覚がこの死んでお詫びをするという発言に現れていると。こんなふうに、こういう発言が出てきてしまうわけですね。で、こんなことを言うとですね、今でも腹,腹切りをやってるんですかと思われても仕方がないようなところもあると思うんですが、まあ、そもそも死んでお詫びをするというのは、個人の私的な行為、私的な行為ですね、まあ、自殺であって。 公権力が殺すす死刑とは違うわけですよねで日本の外務省のホームページを見ますと、我が国の基本的考え方として、人権は国際社会共通の普遍的価値であり、民主主義と人権は相互に依存しかつ補完し合うものである。従って人権分野での外交を推進しているというふうなことが書かれています。 で安倍晋三首相はですね、普遍的価値を共有する国と連携する価値観外交というものを唱えました。で普,遍普遍的価値とは何かというと、自由、民主主義、基本的人権、法の支配、まあ、そういう説明でした。岸田首相も明らかに、これは中国国内の人権侵害事案、念頭に置いていると思いますけれども、民主主義や法,法の支配や人権などの 普遍的価値を守り抜くというふうに主張してですねで人権問題担当首相補佐官ポストまで新設したんですよねで、人権外交を進めると言ってるわけですでもこれはダブルスタンダードではないかと感じるんですね死刑という人権問題の最たるものに関しては日本は普遍的人権の側に立っていない アメリカでも死刑廃止に向かっているようだとしますと、もちろん簡単ではないですが、先ほど見たようにですね、えー、考えますと、日本は自由民主主義国の側にいるのではなくて、まあ、中国や朝鮮民主主義人民共和国、どちらの側にいるということになってしまうのではないかと。もちろん国連とか EU とか、 えー、そういうところのこう人権政策が常に正しいとは限りません。欧米諸国にまま見られるこの人権十字軍的な発想ですね、これにはやっぱり警戒が必要だとは思います。しかし私は、この国際人道法の発展には政治的にコミットすべきであると、特に死刑廃止の国際的な流れには日本も参加すべきであるというふうに考えているわけです。 でこの点に関連して、あの留意したい問題に、えー、犯罪人引き渡し条約の件があるのではないか、まあ、これはあの、法律家の方、私、素人ですのであの、間違ってるかもしれないんですけれども、えー、日本はですね、この犯罪人引き渡し条約というのを、アメリカと韓国としか結んでいない、これが先進国の中では例外的に少ないと指摘されてますよね。 イギリスは120カ国ですか、フランスは100カ国、でヨーロッパの中では犯人の,この国外逃亡というのが頻繁にあるでしょうから、それもあってでしょうね、欧州犯罪に引き渡し条約というのがありまして、50カ国が入っていると。ただ、このヨーロッパ犯罪に引き渡し条約には、ヨーロッパ以外の南アフリカとイスラエルと韓国も含まれている。 で南アフリカとイスラエルと韓国は法律上、または事実上の死刑廃止国になっているんですね。まあ、ですので、日本が極端に少ないのは死刑存重国だからではないかという見方があるわけです。まあ、それだけが理由だということはおそらくないでしょうし、まあ、それが最大の理由かどうかも断定はできませんが、ここで問題なのは、そこの部分ではなくてですね。 日本が死刑を存知しているために死刑の可能性のある容疑者を廃止国が日本に引き渡さない可能性があるということでしょうね。つまりこれは死刑の可能性がある重大事件であればあるほど日本で裁けなくなる恐れがあるということではないか。廃止国が増えれば増えるほどそうなりますよね。重大事件を裁けないということは、まあ、日本の司法にとっては 良いことだとは誰も考えないはずですね。えー、と、いうわけで、えー、まあ、国際的な流れとの関係で私の意見を述べました。で次に、国内の憲法との関係に、えー、触れておきたいと思います。安倍首相にしても、岸田首相にしてもですね、普遍的価値に基づく外交とか人権外交とか言えるのは、日本国憲法が基本的人権の保障を大原則にしている。 そのおかげですよね。死、え、刑、ー、は刑法で定められている。刑法9条、10条、特に11条というところで定められているわけですけれども、憲法との関係はどうなっているのかということですね。えー、ご存知の方が多いと思いますが、問題になっているの、問題になってきたのは13条、31条、36条です。えー、これも、 見ておきましょうこれですよね、えー、13条は、まあ、憲法の中でも非常に重要な条文すべて国民は個人として尊重される生命自由および幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とするここでこの生命への権利というのが 最大の尊重を応用すすするる権利として登場するわけですねただし、公共の福祉に反しないかという条件がつけられている。そして、えー、31条では、何人も法律の定める手続きによらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、またはその他の刑罰に課せられない、刑罰を課せられないとありますので、 法律に定めれば、生命を奪う刑罰も可であるということになるわけですね。で、最も議論になるのは36条でしょう。公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずるというわけです。絶対に禁ずる。絶対にという文言が用いられているのは、憲法ではここだけだと。これはあ、まあ、いかなる場合にも禁ずると。 いうふうに解釈されるということで、まあ、死刑が残虐な刑罰に当たるのであれば、ですねこれは絶対に禁止されるということになるわけですね。憲法違反だということになります。そこで死刑は残虐であるのかないのか。でこの点について判事したのが、1948年、昭和23年ですか、3月12日最高裁大法廷判決と。 そういうのがあるわけですね、えーまあ、この判決、冒頭でですね、えー、死刑はまさにあらゆる刑罰のうちで最も霊厳な刑罰でありまたあ誠にやむを得ざるにいずる究極の刑罰であるそれは言うまでもなく尊厳な人間存在の根源である 生命そのものを永遠に奪い去るものだからであるというふうに始まるんですけども、えー、しかし、刑罰としての死刑そのものが、一般に直ちに道場にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。その執行の方法等が、その時代と環境において人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、もちろんこれを残虐な刑罰と言わねばならんなから。 将来もし死刑について、火ぶり、貼り付け、さらし首、釜ゆでの刑のもとき、残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそは、まさに憲法36条に違反するものというべきである。そして、えー、憲法は、あこれはあの補充意見ですけれども、憲法は、 その制定当時における国民感情を反映して、右のような規定を設けたにとどまり、主権を永久に是認したものとは考えられない。ある刑罰が残虐であるかどうかの判断は、国民感情によって定まる問題である。思考して、しかして国民感情は時代とともに変遷することを免れないのであるから、ある時代に残虐な刑罰でないとされたものが、後の時代に反対に、 判断されるというこういうわけですね。えっ、ー、と、コメントをします。で、この判決によれば、えー、死刑そのものが残虐であるとは言えない。残虐であるかどうかは、執行方法等が時代と環境において残虐と認められるかどうか。要はその時代環境における国民感情によって決まる。そうすると、 判決が主刑は合憲だと、つまり残虐でないと判断したのは、1948年当時のですね国民感情、これが当時の執行方法と、えつまり、まあ、今も同じですが、公主刑、これを残虐とは認めていないと考えられるからだということになりますね。で、ちょっとここで気になるのは、その将来もし以下のところですね、 ブリ、えー、り以下の刑は残虐であると、これ、裁判官自身が断定してしまっていますよね、しかも将来の国民感情まで断定してしまっているように思えるんですが、まあ、これは一応、勇み足としておくとしましょう。それからあの、当時の国民感情があ公主刑を残虐でないとしている、そういう証拠も示されているのかどうか、ちょっと疑問なんですが、まあ、これももうおそらく、 そうだったんだろうと、当時の国民感情は。そういうふうにしておきましょう。しかしですね、その後も現在に至るまで。ということは、あ74年間ですかね、もう4分の3世紀ですよね。国民感情に差したる調査もしないで、この判決が基本維持されてきているというのは、やはり疑問ではないか。えー、最高3 般判相は1955年にも判決を出していて、えー、こう言ってますね。現在、我が国の採用している公衆方法が他の方法に比して、特に人道上残虐であるとする理由は認められない。まあ、確認しているわけですね。しかし、これも1955年です。えー、私もまだ生まれてない。当時はまだ死刑廃止国は極めて少なかったんですね。 えー、1945年には8か国、1975年でも16か国、ですから55年、もちろんギロチンもありましたし、銃殺もありましたし、ガス殺もありました。こういういろいろ行われている,いる中での公主刑でした。現在あの、死刑制度が国民に支持されているというふうに政府が言う場合に参照されるのは、 この5年ごとに内閣,府が内閣府が行っている世論調査ですねで、基本的法制度に関する世論調査というものの中に死刑についての質問が出ている。でご存知の通り、これによると、ここ20年ほどは8割を超える人が損地に賛成している。ですが、この調査ではですね、この死刑制度への賛否は聞かれますが、 公主刑への賛否が聞かれることはないと思います。私の知る限り、えー、公主刑という言葉が出てくることもないですね。で、国民の多く、まあ、あのもちろんあの、在日外国人の人でもお事件によってこう裁かれる可能性ありますから、まあ、国民というよりも市民といった方がいいのかもしれませんけれども、市民の多くはですね、 この執行方法と、つまり公主刑の具体的なあり方、具体層についてほとんど知らないままで、主刑に賛成している可能性が大きいと思うんですね。例えば、公主刑の基本的な形の根拠としては、これ実は1873年、明治6年の打上官布告っていうんですね。これですから、旧刑法。 あるいは帝国憲法よりも先に出されたものがですね、いまだにこの法的効力を持っているというわけなんですよね。これです。で左側、高西機械図式っていうそうですが、明治6年度上官布告第65号ですね。で右側、これが朝日新聞2009年3月10日に、紙面に出たもの、東京拘置所の形状っていうんですが、 の基本的な形が、あの、高座機械図式になっているということだろうと思います。えぇ、ー、まあ、執行の時にですね、えー、死刑囚の体に何が起きるのか、あるいはこの刑務官の人たちの精神的な負担はどんなものなのか、そういうことが、ま、知らされていないし、しすることができない。 同じ執行国でもアメリカの場合は、遺族や、あるいはジャーナリスト、記者までがですね、立ち会いを許されるで、実情をできるだけ後悔しようとする、そういう措置が取られる。しかし日本では、うんまあ、いわゆる密航主義といいますか、秘密主義がですね、えー、守られていてこう、国際的にもそれが批判され続けている。やはり政府、法務省は、公主権の実態を国民に知らせた上でですね、 今日の時代と環境において、それが残虐な刑罰に当たると判断するのかどうか、これを国民に問うべきだと私は思います。ただし確認しますと、公主刑が仮に今日の国民感情から残虐だということになってもですね、それは主刑そのものが残虐であるとまでは言えないわけです。例えば 致死性薬物の注射はどうか。えー、公主刑は残虐だと思う人でも、薬物注射でほとんど苦痛を感じずに、まあ、いわゆる安らかに死ねるということであれば、残虐ではないと思うかもしれませんね。例えばアメリカ、アメリカの合衆国憲法修正第8条、残虐で異常な刑罰は禁止するとなっているんですね。 クリューアルアュー e l ルア d u n u s ルパニシメントこれを禁ずると、えー。かつてですね、アメリカでは公主刑が多かった時代から電気椅子の時代、そして致死性薬物の注射の時代、変遷してきたわけですね。要するに残虐か否かは執行方法によっても違うし、一つの執行方法についてもそれが残虐かどうかの知覚は人により時代によっても違う。 ということで、結局問題は執行方法ではなく、死刑そのものが残虐かどうか、つまり刑罰として人を死に至らしめること、殺すこと、生命を奪うこと自体がですね、残虐ではないのかということになってくると思います。廃止派は残虐だと言って、まあ、知派はそうではないというわけですね。 私はあ生命を奪う刑罰とそれ以外の刑罰には、やはり質的な違い、本質的な違いがあるというふうに考えています。えさて、えー、ここからは死刑制度そのものに対する私の疑問を述べていきたいと思います。えー、日本政府が死刑存重の理由としていつも挙げるのは国内世論。でこれは今見ましたように内閣府が 5年ごとに実施している世論調査のデータによっている。で、この調査では、ですね死刑をやむを得ないと答えた人に、その理由を複数回答で聞いてるんですね。で、過去3回というのは2009年、2014年、2019年ですけれども、この過去3回ともトップは死刑を廃止すれば、被害を受けた人やその家族の気持ちが収まらない。 こういう意見。で、2番目が、凶悪な犯罪は命をもって償うべきだ。これなんですね。これも見ておきますと、これ2019年、令和元年度の調査、えー、になります、えー。ご覧のように、えー、これ過去 3, あの3回ともそうなんですけども、 トップが死刑を廃止すれば被害を受けた人やその家族の気持ちが収まらない。次がこの凶悪な犯罪は命をもって償うべき。いずれも50%以上の人が選択しているですねで。死刑を廃止すれば凶悪な犯罪が増えるという回答もあるんですが、これは2004年には50%を超えていて2番目だったんですが、2009年以降、過去3回ですね、回を追うごとに数字が減ってきてます。 まあ、死刑のいわゆる犯罪抑止力については確実なことは言えない。まあ、こういう認識が広がった結果であればとは思うんですけれども、それは分かりません。えー、私はあ、抑止力論では死刑存置の根拠としては説得が足りないというふうに考えますので、えー、これはここでは取り上げません。まずですね、死刑を廃止すれば被害を受けた人やその家族の気持ちが収まらない。この意見についてですね。 で、無造作にこの被害を受けた人やその家族と、無造作に言っているように見えますけれども、被害者とその家族、これを区別しなくていいんでしょうか。日本でいわゆる一般人が死刑になる可能性のある犯罪では、被害者は死亡している。えー、死亡した被害者の気持ちが収まらないというのは合理的理由とは言えないですね、亡くなった人。 ですからそれと問題は被害者遺族の気持ちが収ままらなないいととうことになります私はあの犯罪の被害者遺族になったことはありませんけれども、まあ、家族を殺された遺族の気持ちをですね、まあ、必死で想像してみるそうするとやっぱりそれに共感できる気がします、えー、家族を殺した者が生きてることには到底我慢ができない まあ不具大転だ。絶対に許せない、えー。せめて死刑になってもらわないと収まりがつかないという、こういう気持ちですね。これは一般に応報感情と呼ばれるものだと思います。私も、あの、想像ですけれども、わかるような気がするんですね。で、日本ではこの被害者遺族の応報感情の存在が、まあ、死刑存知論の まあ重要な根拠とされていると思います。で、これに対して死刑廃止論としてはですね、いやいや、遺族感情といっても一応ではないと、方法感情があってもおそうではない、死刑にしたいとは思わない、むしろ一生をかけて繋がってほしいと望む遺族もいるなどとしてまあ反論をしてきたわけですね。仮に応法感情を持つ遺族が多数派であったとしても、 その特定の,、まあ、特定のグループの遺族感情というものを根拠にして、死刑制度を正当化してよいのかということは問われうると思いますで。実は私はそれ以外にもです、ね、この議論には疑問があります。被害者感情という言葉がしばしば被害者遺族の感情も含めて、あるいはそれを指して言われることがありますね。しかし殺人事件 えーまあ、ここではまあ簡単のために殺人事件としておりますが、被害者遺族はですね直接に殺された被害者ではないということは、これは自明だと思います。というのも、被害者遺族にももちろん被害はあるんですが、それは殺されたものの、殺された被害ではなくて、家族を殺されたものの被害ですよね。 家族を殺された者に許される報復がもしあるとすれば、それは家族を殺した者の家族を殺すことになるのではないか。そうだとすると、まずですね、遺族の要求に応えて犯人を殺すというのは、まあ、報復とは言えない新たな殺人になってしまうんじゃないか。かといって、今度は家族を殺したことへの報復だといって、 犯人の家族を殺すということになれば、これもまた新たな殺人になってしまう。いずれにしても、この公権力が遺族感情を理由にして死刑を行うというのは、遺族に代わって新たな殺人を犯すということになってしまうんではないかということです。そして、もし私がですね、この遺族感情を理由に死刑制度に賛成するならば、私はこの新たな殺人行為の まあ共犯者になってしまうんではないか。それが私の懸念といいますか、私の、まあ、恐れですね。それを恐れます。で、私がまあこういうふうに考えるようになった一つはですね、実は許しについてのある論点からなんですね。加害者の罪を許す権利があるのは、被害者のみであって、たとえ家族であっても、 まあ、第三者だと。第三者が被害者の頭越しに加害者を許す権利はない、まあこういう議論があるわけです。えーまあ、ちょっとこれを見ていただきたいんですが、えーまあ、私がいつもこう念頭に置いているエピソード、これ、カラマー族の兄弟で、えーあの、イワンがですね、アリオャに語った話。 ですねえー、詳細はあの省略しますけれども、皆さんご存知の方もいらっしゃると思います。ロシアの田舎である、まあ、将軍と言ってますけど、大地主ですかね、えー、将軍が怒りに任せて、向こうの子供を母親の見ている前で犬に噛み殺させたうそういうことがあったんですね。でこれについて、イワンが言っているわけです。いくら母親でも、その男を、その将軍、 という男を許すなんんて真似はできるもんか許したけりゃ自分の分だけ許しがいい。母親としての計かり知れぬ苦しみの分だけ被害者を許してやるがいいんだと。としかし食い殺された子供の苦しみを許してやる権利などありゃしない。たとえ当の子供がそれを許してやったにせよ母親が悪害者を許すなんて真似はできやしないんだよ。こういうわけです。 でポイントになっているのは、あくまでもこの加害と被害の関係を、まあ、できるだけ厳密に考えるということだと思うんですね。そうすれば、目の前で愛する息子を惨殺された母親の苦しみ、これは大変なあの深いものだとしても、ですね母親が子供に代わって加害者を許す権利はないというわけです。で同じような思想は、例えば、 の下の文ですけれども、これは1965年当時の西ドイツですね、あのナチス犯罪者の暴殺罪、これをあの時効として、時効を認めるかどうか、大論争があったんですけれども、その時に、このウラジーミール・ジャンケルビッチ、フランスの哲学者で、まあ、日本でも比較的知られている人ですが、えー、この人が書いた論考に、こういうふうにあるんですね。 生き残った者たちは犠牲者に代わって許す権利をどうして持っているんだろうか生還者の名において、犠牲者たちの親や家族の名において持っているんだろうかつまり生還者として犠牲者たちの親や家族として犠牲者に代わって許す権利があるんだろうかとそうではないと。野獣たちが面白がって拷問した幼い子どもたちに許す権利は。 我々にはないあのジャンケルビッチもサバイバーホロコーストのサバイバー。幼い子どもたち自身が許すべきである。えー、つまり、ジャンケルビッチは、第三者にはホロコーストの犠牲者たちに代わって許す権利はない。という思想を突き詰めて、自分たちサバイバーにもその権利はないというわけなんですね。 でこの考えを裏返せば、ですね、遺族が報復する権利を持つというのは、自分自身の被害についてであって、犠牲者の被害についてではないというふうになるのではないか、でもちろん,、うん、この家族を殺されたあ遺族もそのことによって恐るべきダメージをこむわけですから、その被害を過小評価することはできませんし、そうすべきではないというふうに思います。 えー、よくですね、死刑廃止論は加害者の人権を語るけれども、被害者遺族を軽視してきたんじゃないか、まあ、そういう批判があります。そもそも日本の死刑制度が、被害者遺族の境遇、あるいは意見、そういうものをおろそかにしてきた、えーと。被害者参加制度というのが2008年に始まりましたね。 で遺族が刑事裁判にに参加できるようにもなりました、まあ、これは大きな前進だと思いますが、アメリカなどに比べるとまだまだあーでしょうから、まあ、被害者遺族をさまざまな面で支援する、そういう制度を充実させていく必要があると思います。ただ、そのことと遺族の応報感情を根拠として死刑を肯定するということとは別の問題だと思うんですね。で私の論点ですけれども 個人よりも家族とか血族、あるいは士族などが優越していた時代、近代以前の社会で、遺族による復讐というものが、敵、まあ、討ちとか仇討ちとかいう形で一定の範囲内で認められていた時代はありましたが、そうした時代と異なって、ですね、まあ、個人責任性といいますか、個人主義を原則とする現代の司法制度で、遺族の応法感情で死刑を正当化することは、 でできななないいいのはかととうことになります、えー、次にもう一つの意見、えー。凶悪な犯罪は命をもって償うべきだ。この意見についてです。えー、っとこの文では2つ議論になると思うんですね。まず、凶悪とは何かあということですが、これ残虐と同じような問題が生じますね。でここではとりあえず、凶悪な犯罪というのを殺人罪と。 置き換えておくことにしますでもう一つは償いについてですね。償いというのは一般にはどうでしょう。損害を与えた場合、何らかの代価を支払ってその損害の埋め合わせをすると。まあそういう意味だと思います。えー、代価を支払うというのはもちろん金銭や物質的なものに限らないんですね。しかしですね、殺された命は、 残念ながらどんな代価をもってしても埋め合わせることはできない当然ですね取り返しがつかないというのはまさにこのことだと思いますで結局この意見は人を殺した者は殺されるべきだと。つまり殺人には死刑が,死刑が当然だと言ってるんだろうと思うんですねでこの意見の最も強力な形はおそらくカントによるものだと思います えー、関東の死刑論というのは人林の刑事法学という著作の法論の中にあるんですね。特、えー、論と法論からなってるんですけど、まあ道徳論と法論の中の法論の方にあります。えっと、これも、えー、人林の刑事法学から触りの部分を取ってきました、えー。関東によるとですね、この司法的正義、 の原理は、一方の側にも他方の側にもより多く傾くことがないという均等の原理。ぐらい被害と。等しいと。均等の原理以外にはあり得ない。従って、ただ、同外報復の法理。まあ、これ、ユ、えース・タリオーニス、タリオーの方。まあ、目には目を、歯には歯っていうので、えー、語られますけれども、同外警報ですね。これだけが、 刑罰の質とと量等を確定定的に定めることができるその他の一切の原理はあちらこちらと動揺して他のさまざまな孤炉も混ぜ合わされるために純粋で厳格な正義の宣告に対する何らの適性も用えないんだ。したがってもし彼が人を殺したのであれば彼は死なねばならない。この際には正義を満足させるに足るどんな代替物もない。 たとえどんなに苦痛に満ちた性であっても、生きているということと死との間には、何らの統一性もなく、従ってまた、犯罪者に対し裁判を通じて執行されるところの、しかし、被処刑者の内なる人間性を、終悪、無残なものとなしかねないような、一切の残忍のやり方からは脱却したところの死刑を別にして、そうした死刑でなければですね。 当該犯罪に釣り合うどんな他の報復もありえないと。こういうわけです。で、カントはここでまさに人を殺した者は殺されるべきだと。殺人には死刑が当然だと言っているわけですね。で、それは他の何らかの目的のためであってはならないんです。例えば、遺族の応報感情を満足させるためには死刑だと。 凶悪犯罪を抑止するためには死刑だとかそういう目的はダメなんですね。目的があってはダメなんです。まあ、関東哲学の用語で言うと、おこの加減名法に対する、低言名法っていうんですけども、ある目的を実現したければ、かくかくすべしというのは、加減名法お、ハイポセティカル・インペラティブ、うまあ、条件法といってもいいですね。これは普遍妥当性を持たないんだ。 まさにあちらこちらと動揺し、他のさまざまなこれが混ぜ合わせるために、まあ、相対的な妥当性しか持たない。それに対して正義はですね、ジャスティス、あゲレヒティ控えですね、正義というのはもし何々ならばという加減名法ではなくて、無条件に何々すべしと、無条件に命じる提言名法、カテゴリカル・インペラティブですので、 人を殺した者は殺されねばならない。これは遺族感情でもなければ国民感情でもない。正義の概念がアプリよりに要求する法則なんだというわけですねで。これについてどう考えるか。まあ、私はですね、現実の主権制度を考える限り、これには無理があるだけでなく、グロテクスクな規決に行き着いてしまうのではないかと考えます。 で第一に、殺した者は殺されねばならないとしますと、日本でも死刑判決は現状よりも相当増えることになりますよね。日本の殺人事件は、まあ、だいぶ減ってきているんですけれども、まあ、今でも年間900件ぐらいあるんじゃないでしょうか、えー。一人で複数殺害するケースもあるとはいええー、やはり毎年、まあ、900人ほどはですね、 死刑囚が出てて増えいいくととううことになりそうですね、えー、ご存知のように死刑にはいわゆる長山基準というのがありまして例外はあるけれども普通は犠牲者が1人であれば死刑判決は出にくいこの基準も瓦解してしまって犠牲者1人でもまあ上場とかもなしにですね必ず死刑になる死刑にしなければいけない。 問題は死刑囚が激増するだけではないですね。まあ、現状であれば、死刑か無期懲役かなど、まあ、裁判官かなり悩んで慎重に判断するような場合でも、殺人罪はすべて機械的に、機械的にですね、もう死刑だと判断することになります。まあ、死刑という最も重大な判決に限って、裁判官は何も考えずに良いことになる。 というのはあ奇妙なことではないかと、えー。第2にはですね、この均等性、ぐらいイ配、等しいというのはどういうことかという問題です。カントによると、あるいはタリオの方によるとですね、一人だけでも殺した者は殺されねばならない。では、複数殺した者はどうするのか、多数を殺した者はどうするのか。 これはいくらでも例を挙げることができるわけですけれども、例えば上松智死刑囚19人を殺害してますよね。一人を殺した者の死刑と、複数以上を殺した者の死刑とに区別をつけるのかつけないのか、関東には言及がありません、えー。私の習慣にないです。均等性の原理からすると、一人を殺した者の刑罰と、 多数を殺した者の刑罰とが、無差別に同じ死刑であるというのは理解し難い気がします。つまり釣り合わない気がするんですね。あるいは、この上もなく残虐なと感じられるような殺人。これを計画的に行った犯罪者と、まあ、不幸な境遇から一時の感情に駆られて殺人を犯してしまったいうような犯罪者。 これを同じ死刑に処することは、均等性の原理に合致しているのかどうか。残虐な殺人者には、残虐な死刑をもってするのでなければ、均等性、つまり釣り合いが取れないのではないか。で、カントはこの点についてですね、えー、この資料にありますように、処刑される者、非処刑者の内なる人間性を終悪無残なものとなしかねないような。 一切の残忍なやり方から脱却した死刑でなければならないと言っています。つまり彼のまあ倫理学上の人格主義、人間性における人格、人格における人間性を目的自体として尊重しなければいけない。まあ、この人格主義から歯止めをかけていると思われますが、要するにですね、残虐であったかなかったか、これ殺人の具体層は均等層の 均等性の計算には入らないということになりますよねで。殺人以外の犯罪についてはどうか。目には目を、歯には歯を、殺人には死刑を。これがタリオンの方。ユースタリオンにスレックスタリオン同外刑法です。では、例えばレイプはどうか。レイプにはレイプを。こうでなければならないはずですね。 えー、日本では今、強制性交等罪というふうになってますが、強制性交の罪を犯した者は、強制性交される罰を受けなければならない。他領の方ではそうなるだろうと。で、性暴力の対応、これは多様ですから、均等性の原理でいけば、およそグロテスクなことになってしまうのではないか。 実はカントもですね、等しきものには等しきものという、この原理が文字通りには可能でないと言っています。文字通りには可能でない。合間の例も挙げています。えっと、これは、ここにあります。えー、例えば合間とか、 男色とか銃感といった犯罪はというんですけど、まあ、男色を男性同性愛とすると、まあ、これ犯罪とするのは、もう、関東もやはり当時の時代、えー、これに拘束されてたってことですよね。えー、こうしたものは、ですね同外報復をなすことが不可能であるか、そのこと、同外報復自身が人間性いっぱいに対する過激的、過罰的、 犯罪になるであろうから、どんな動外報復にもなじまない犯罪だ。というわけです。しかし、カントは、刑罰的正義の概念に文字の上では矛盾しても、その精神に沿った刑罰は可能であるというふうにしてですね、この強姦と男色に対しては、虚勢、循環に対しては、人間社会からの永久追放がふさわしいと。こういうふうに まあ要するに何が言いたいかと言いますと、同外刑法の原理は難点を抱えていてですね、死刑についてもそれは同じであって、殺した者は殺されなければならないというのは決して自明ではないということなんです。えー、さて、ここまでですね、死刑廃止への世界的な流れ。 えー、死刑損地の憲法上の根拠そして死刑損地の根拠として出される2つの意見、えー、被害者や被害者遺族の気持ちが収まらないというのと凶悪な犯罪は命をもって償うべきであるというこの2つの意見にコメントをしてきましたで残るのは2つの論点ですでまず死刑は国家権力による殺人だということですね、えー、今日最初にご紹介いただきましたけれども 戦争と死刑は国家が合法的と称して行う殺人行為であるというのは、これはあのアムネスティ・インターナショナルに求められて寄せたメッセージからあのクライムインフの方で取ってくださったものです。ただこれは単なる事実を述べただけでもあるわけです。何が問題なのか。私は死刑はですね、人を殺してはならないという原則に対する例外中の例外だと思う。 戦争も例外国家が例外として認めるわけです。でも死刑は戦争とも違って例外中の例外ではないかと思うんです。人を殺してはならないというのは、カント的に言えば普遍的な道徳法則です。なぜ人を殺してはならないかという問いに対しては、まあ、決定的な答えを提供することは難しいですけれども、 殺人の禁止というルールを破ればですね、最も深刻な罰を受ける。死刑はこのルールに対して国家が法権力によって認める例外なわけですね。戦争もそうだ。で、他にもありますね。正当防衛、あるいは緊急避難というのが成り立つ場合には、人を殺しても罪は免じられる。他にもあり得ると思います。例えば、安楽死。 というものが法律で認められれば、この例外になるでしょう。あるいは人工妊娠中絶も、胎児が人であるという見方に立てば、やはりこの例外になるでしょうね。法律で認める。では、死刑が例外中の例,例外だというのはどういうことか。死刑以外の例外はですね、多かれ少なかれ、まあそういう表現がいいかどうかわか,からない。 それぞれの仕方でで、すね、正当防衛、あるいは緊急避難として正当化、ないしは合法化されうると思うんですが、あるいはそのようにして合法化されるんですが、死刑の場合はそういう要素がないということですね。安楽死が合法化されるとすれば、それは原則としては耐え難いほど激しい苦痛を回避する。 人工妊娠中絶が認められるのは原則としては母体の危険を回避するため戦争ですらですね現代では国連憲章によって違法化されていて認められるのは安全保障理事会が集団的安全保障の措置を取るまでの間の個別的または集団的自衛権の発動としてのみなんですね今ロシアもウクライナもそうやって戦争していますつまり 人を殺してはならないというルールが一般化している現代社会において、その例外が認められるのは、何らかの意味で正当防衛あるいは緊急避難に当たるような事情がある場合に限られるということですね。死刑にはそれがありません。死刑判決が下されるとき、犯人はすでに国家権力の手中にあって、無力化されています。えー、これは。 ここにありますのでお見せしながらお話します死刑判決が下されるときに犯人はすでに国家権力の手の中にあって無力化されている公共の福祉にとって危険な要素は何もない国家権力はすでに社会にとって何ら脅威ではないそうした存在を圧倒的力を持って支配下に置いたままあえてその生命を奪う これはあ法によって例外的に認められる殺人の中でも特殊な殺人だと思います。で私が死刑にどうし,どうしてもこの抵抗を感じるのはおそらくこれが最大の理由です。で最後にあの冤罪の問題ですね。えー、死刑廃止論のまあ重要な論拠とされています。えー、死刑が執行されてしまえばあ実は冤罪だったとわかっても取り返しがつかない。 それを防ぐためには死刑廃止しかないということです。えー、さっきの,あのバイデンの公約の中でも、まあ、アメリカで今ですね、死刑廃止州が増えているのは、やはりこの DNA 鑑定で、あの冤罪だというケースが次々に明らかになってきたということだと思うんですけど、私もこの論点は当然重視すべきだと思います。でこの点についてですね、5年前に出た萱野さん、 茅野俊人さんの、えー、と死刑その哲学的考察という著書ですね、これが注目すべき指摘をしています。一般に冤罪は単なる人間的なミスにより生じると考えられているんだけれども、そうではなくて、これは捜査機関の貢権力行使につきものの構造的な根絶できないリスクなんだというわけですね。 犯人を捕まえて起訴、そして有罪に持ち込もうとする努力、それ自体の中に、厳しい追及によって虚偽の自白を引き出してしまうリスクが含まれている、例えばそういうことですね。え従って、冤罪はそれをなくすあらゆる努力はしなければならないけれども、決してなくならない、そして死刑の場合、それは取り返しがつかない。 萱、えー、野さんは死刑の問題は道徳の問題としては決着がつかないので、まあ、公権力の行使の在り方、つまり、凶悪犯を処罰するにはどのような権力の行使がふさわしいのかという、まあ、そういう観点から考察するんだとおっしゃってます、えー。すると、この冤罪が構造的に避けられないということから、死刑廃止の結論が導かれるというふうに言うわけですね。 ももっともこれによって決着がつくかといえば、あまあ、そうではないだろうと、取り返しのつかない冤罪を防ぎたいから死刑は廃止すべきだという主張と、やはり取り返しのつかない死刑が完全に、あ冤罪が、取り返しのつかない冤罪が完全に防げないとしても、やはり死刑は必要だという、そういう主張が対立して、振、まあ、り出しに戻ってしまう可能性もあるようにも思えます。 それにしてもですね、冤罪は犯罪捜査に構造的に含まれる、避けられないリスクをとみなすべきだという、この論点の提起、これは貴重なあの貢献だと思います。今後、皆が共有していく必要があるというふうに私は思っています。えー、っと、さて、えー、時間がちょうど1時間ほどになりましたので、えー、まとまらない話にみんなって恐縮ですが。 私からは以上とさせていただきますご清聴どうもありがとうございましたここからはですね、皆さんからすでにいくつかご質問を寄せていただいておりますので、私の方から、えー、質問の内容を紹介して、えー、コメントをいただきたいと思います。まず一つ目でですが、えー、欧米と日本では 哲学的なあるいは倫理的な背景の違いなどによって、死刑に対する考え方や態度に、えー、も違いが生じているということなのでしょうか、こういう質問です。はい、えー、とそうですね、まあ、そういうふうにも、えー、考えたくなる <laughs> 傾向はどうしてもあると思うんですけれども。 まあ、今日私がお話しした通りですね私自身はやはりその人権の論理っていうのは、とりあえず国際人権法の、まあ、第二次大戦後の流れの中で、不、えー、可逆的であるべきだと思ってるんですね。そしてこれはあの日本国憲法にも共有されているはずだというふうに思っています。えー、で、これがですねあの、日本においては受け入れられないと。 文化的にあのこれは受け入れられないということはまあ、最終的に本当に日本がガラパゴスになってしまうということだと思いますからあの私はそういうことはないと思ってるんですよね。まあ、人権の論理っていうのはもちろん歴史的には西ヨーロッパで、えー、発生してですね生じてそれがまあ,あさまざまなこれもいろんな要素があると思いますがあ まあグローバル化してきたということなので、えー、これはどこで始まったかということとは別に、やはり普遍性を持つものではないかというふうに思っていますもっとも人権とは何かとかですね、人間の尊厳とは何か、これを論じ始めれば、哲学的にはもうあらゆる議論が、今も論争が続いていますが、えー、法的、政治的な流れ、法的な流れに私がコミットしていくのは、やはりこれが普遍性があるというふうに考えているから。 なんですねもちろんあの非常にこう漠然とした意味での,おその思想的な背景とか伝統とかいうものが議論に影響を与えているということもあるかもしれません。あの私これ確認してないので、えー、間違ってるかもしれませんけれども、うん、やはり欧米でも、うん、その死刑存知のですね意見としては あ遺族の方法感情というのが、まあ、やっぱり強いのかなと思いますけれども、まあ、日本の場合、特に強いような印象もあるんですね。で、やっぱりある種のこう個人主義といいますかあの、そういうものがどの程度浸透しているかというのが、そこに反映しているような印象も受けています。ただ、これはまだ印象にすぎませんので。はい、えっと まあいろいろこれは議論できると思いますが、とりあえずそんなところでよろしいでしょうか。あります。はい。えっ、ー、ともう一つの質問です。えっ、ー、とこれはですね、死刑をなくすこと廃止することの積極的な積極的なプラスの意義はないでしょうか。つまり死刑があるということの問題点は。 多角的にかつ論理的にご指摘をいただきましたでは死刑をなくすことによってこういうもっといい素晴らしい社会を築くことができるというような積極的な意義を示すことというのはできるのでしょうかというご質問ですはいありがとうございますえっ、ー、とまあ、基本的にやはり人権ですねそれからあの 人間の尊厳というような価値があのより一般化するう、よりこの社会の前提になっていく、そのことは明らかに積極的な意味ではないかと思います。あの国がですね、えー、ある種の条件のもとにある人間はあ、直接的な脅威でなくても、これは殺すことが、殺していいんだという、国家による殺人をですね、 続けているということがやはりその人命人間の生きる権利あるいは人間の尊厳というそういう価値観に対してダメージを与えているということは十分考えられるというふうに思うんですね。ですから国がまあ率先してですね、えー、確かにそのさっきも言いましたけど正当防衛とか緊急避難的な要素がある状況ではあの 人を殺してはならないということに例外が設けられるということはあるんですけれども、そうでない限りですね人を殺すということはやっぱりしてはいけないという、命の尊厳、人,の人間の尊厳という価値がより普遍化して、人権が守られていく社会に、それは大きな役割を果たすのではないか、死刑の廃止がですね、そういうふうに私は考えられると思います。 ありがとうございます。で次の質問はちょっと,、えー、と長めですが、えーと、先ほどのお話にもありましたが、まず世論調査を根拠にするということは、そもそもそ,もそれ自体が責任転嫁あですし、それからあー執行当時執行そのもの以外にも、執行に至るまでの過程についても残虐性があるのではないかと言われています。 えー、でこういったことはほとんど市民には知らされていません、でえー、被害者やその遺族が受ける被害や苦悩なども,もう一方では知らされていないということで、結局、えー、試験しな,がらしなければ被害感情が収まらないというのも、えー、想像ということになりますと、こういったことについて先生のお考えをお聞かせいただけないでしょうか。 とということです先ほどの話でもかなりカバーされてるかなと思うんですが。はい、そうですねあの何しろ、非常に秘密主義、これは死刑に限ったことではありません、日本の,あの政府のもう情報公開に関してはあ、非常に遅れてると思いますけれども、とにかくこう死刑に関してはです、ねえー、秘密主義、まああの、古い時代にはむしろ死刑は見せしめという意味が。 あったわけけですけどもおそれがこう近代の歴史とともに、まあ、密航主義になってきて、日本の場合、本当に、えー、知らされていない、だから、えー、残虐な刑罰がそもそも公主刑、えー、で行われているということを知っている人も、これ半数ぐらいですか、あのやはりこれもあのクライムインフォの,あの、えー、世論調査についての,あの分析ですよね。えー、っと もう,セロンとうですかね、はい、佐藤舞さん、はい、のこちらで、えー、確か半数ぐらい調査対象、半数ぐらいだったんじゃないでしょうか逆に言うと半数の人は公主刑というのを知らない、えー、しかも公主刑という言葉だけ知っていてもお先ほどご紹介したようなああいう形状でですね、えー、具体的にどういう形で執行されるのか、えーまあ、形状に行く前とにかく突然朝あの 今日だっていうふうに言い渡されるとか、まあそうしたその死刑全般についての情報が知られない中で、えー、これを維持しているということも、うんまあ、繰り返しになってしまいますが、問題点というのはこれ非常に大きいですし、だからこそ、あの、えー、国際的な批判がそこに向けられているということだと思うんですね。ですからまずはあの 死刑廃止と損地の議論を本格的にするためにもお情報公開というものがどうしても必要大前提として必要だというふうに思いますまあ、このようなお答えでよろしいのかとかちょっとわからないですがありがとうございます皆さんちなみにチャットの方にあのクライム日本のサイトの情報も今お伝えしていますので、えー、適宜ご参照ください、えー、それからですねこちらは えー、もしもあの時間かかるかもしれないですけど、それでも結構ですので、結構順調に進んでいるので、えー、次の質問です。あのだけど、関東のお、まあ、考え方についてのご紹介はあったんですけれども、おまあ、過去の、まあ、著名な、有名な哲学者の中でも死刑に対する態度の違いなどがあ,あるのでしょうか、あまたそれはもどこから来るものなのか、まあ、可能な範囲で、えー、お聞かせいただけないでしょうかということです。 はいえー、とこれはですねあの膨大な問題になってきますねあの。実は最初にご紹介いただいた、私はまあジャック・デリダという哲学者を長いこと読んできて、まあ、影響も受けてきたんですけれども、デリダはあの、まあ、晩年近くにです、ねえー、死刑についてかなりコミットして、あの議論も行いました。であのまだ前半 しかあの公開あの翻訳されてないんですがあの死刑というセミナーですね二年にわた二年間にわたってセミナーをやってまして、えー、このうちの前半が翻訳で出ていますあのー、ここではまあデリダーのおやり方ですけれどもとにかくうまずはあのソクラテスの死刑ですねそれからイエスの死刑ですね。 えー、ここから話を始めて、まあ、ずっとその、まあ、有名なその死刑の例、そしてそれについてのさまざまな論者あ、当然哲学者の議論というものについても、あの詳細な分析を加えていくわけです。で、今のご質問に対して何か一義的なお答えができるとは思いません。ただ、デリダはですね、えー、ヨーロッパの哲学、 うんまあ、体系的な哲学といいましょうか、あかなりこう厳密に哲学という意味を取ったときに、ヨーロッパの哲学者で、えー、死刑に反対した議論をこの本格的に提供した哲学者はいないと、基本的にみんなあの死刑、存知、賛成という立場だと、まあ、カントも今日見たようにそうですし、ヘーゲルもまあそうでしたし。 まあソクラテスは,国は悪法無法だと言ってまあ死刑を受け入れていったわけですよね。えー、あるいはジャン・ジャク・ルソーなんていう人は、まあ、凶悪犯罪者、これはもう国家にとっての公的なので戦争と同じなんだということをまあ論じましたね。で、まあそうですね、現代で言うともう例えばアルベル・カミューなんていう人は、あの まあ、広く言うと哲学者でも基本的には文学者ですよね神はあ義路人についての政策っていうところであの死刑に反対の論人を張りましたでジャック・デリダはですねそうした哲学の伝統がなぜその死刑を肯定するのかというところをこうギリギリ問い上げていってあの彼はあー 世界の流れがまあ世界、死刑廃止にあるんだけれども、しかし死刑廃止論の、まあ、哲学的な根拠も必ず死亡、その確固としたものではないということで、その理論的な根拠をやはり何とか打ち立てようとしたんですよね。で、まああの最終的なあ回答が出たかどうかは、うんあの やっぱり微妙なところですが、残念ながらその探究の途中でなくなってしまいましたけれどもね。えっと、まあ、彼の死刑廃止論、多分究極的には、えー、彼の、まあ、いろんな問題で彼はそ,のそういうスタンスを取るんですけれどもお、私の中の他者っていうんですね、私の中の他者がいると。 その他者、他なるものというのは、アブニール、来るべきもの未来、将来だと。つまり私の中には、私が生きているということの中には、えー、全くこう来るべきものとして、未知の,です、ねえー、その時間に開かれている、そういう構造を持っている、そのことが、まあ、彼にとってのおそらく自由ということだと思うんですけど、死刑というのはそれをその不可能にしてしまう。 完全にその閉ざしてしまうということなんですね。ですから、あのまあ、道徳的な理由ではなくて、やはり、その性の在り方、それの時間性みたいなものについて、彼は、その、たなるものへ私が開かれているということを、完全に否定してしまうものとして、えー、死刑を否定するというところを、 あの語っているように少なくともの死刑についてのセミネールからは読めるんですよねあのまあ、最後にちょっと今日言及しました茅野さんはあの死刑哲学的考察の中で最後の方でちょっとデリダーについて触れてるんですが、うん、ちょっと基本的な誤解の上にこう批判をされてるように思いますまあここではあのその議論する場ではありませんけれどもあの テリダはあの許しについても随分議論してまして、今日ちょっとあの許しについて私も話しましたけど、無条件の許し、許しの概念を突き詰めていくと、あの無条件の許しという概念に到達するんだということを言うんですね。で、まあ、それでもって、死刑に反対したんではないかというふうに茅野さんがお考えになっているとすれば、ちょっとそれは誤解で、今私が申し上げたような議論に。 なっていいると思います、えーまあ、ですからさまざ、あ、まな哲学者があ死刑については触れてきましたけれども、まあ、いわゆるこう本格的なあ死刑廃止論を展開した哲学者は、まあ、デリダの見るところをいなかったということになるわけですね。ありがとううございますす、えー、もう一つう質問です えーと日本の社会の中で、この死刑の問題について議論が深まらない、この点について先生はどうご覧になりますか、なぜ深まらないのかということもあると思います。はい私はいずれ、もうやらざるを得なくなると思うんですね、あのアメリカも死刑を廃止したら、連邦レベルで、まあ、州レベルではほとんどこう廃止されていくとして。 連邦レベルでもですね、まあ、バイデンの大統領を任期中に廃止されるかどうか怪しいですけど、廃止されるの難しいと思いますが、アメリカもそっちに向かっている、アメリカが廃止されたら、廃止したら日本もすぐ廃止するかもしれない、まあ、それぐらい、こうまあちょっと話が違いますけど、日米同盟っていう、第二次大戦後のですね、えー、アメリカ従属性はもう極まっていると思うんですまあそれはまあ冗談としてもですね、 あのうん、やはり、えー、死刑以外でも、そのまあ、人権に関わる微妙なあ問題については、なかなかこうオープンな議論をしない、したがらない、えー、できない、そういう,こう、まあ、文化的というんでしょうか、そういうその風潮、空気が。 あることとは否めないと思い思ますね特に死刑の場合は、あの今日も増えましたように、遺族の遺族の人たちの感情って本当にこれは微妙な問題、本当に慎重にですねあの理解しようと努力しなければいけないし、慎重に語らなければいけない問題あるので、どうしても追い弁護士になってしまうのではないかというふうに思います。 一般にこの人権侵害などに関わる難しい問題については、議論したがらない、特に死刑については、非常にこう感情的な問題になっていく、特にその被害者遺族の感情の問題が大きく出てくるということで、皆、議論を控えてしまうのではないかというふうに思います。 ございます、えー、と最後の質問になるかと思うんですけれども、えー、仮釈放のない就寝刑というものがも持つ、まあ、国もあります。でえー、日本において、えー、死刑制度を廃止する前提として、あるいはその代わりとして、えー、こういった就寝刑を、仮釈放のない就寝刑を導入するということについては、どのようなご意見をお持ちでしょうかという質問です。はい えっとまあ、死刑を廃止するときに、代替刑を新たに導入する必要があるかどうかっていうのは、まあ、これまでその死刑廃止した国でも、フランスなんかでも確かバランテルとかですねあの、それは必要ないっていうのは彼の立場だったかと思うんですけど、あのいろいろ議論になってきたと思います。で、えー、仮釈放のない終身刑であれば、まあ、命を奪うことはないんだけれども、しかし、むしろその方があが残虐ではないかと。 おいう議論も、まあ、あるわけなんですよねで私はしかしあの今日もお話し,しましたように命を奪うという刑罰とそうではない刑罰の間にはやはり基本的な質的違いが本質的な違いがあると思うで、あので、ーまあ、これはもちろんいろいろ議論しなければいけないと思いますけれども解釈法のない終身刑を導入する。う ことによって死刑を廃止するということは、あのにあの否定的ではありません。少なくともあの今、私はあのそれに強く反対する理由がないと。いう立場です。はい、ありがとうございます。えー はいえー、皆さん、たくさんのご質問をありがとうございました。そろそろちょっともうお時間になるので、まだ質問が若干あるんですけれども、えー、申し訳ないんですけれども、質問はこれで最後にさせていただきたいと思います。えー、皆さん、たくさんのご質問ありがとうございました。そして、まあ、高橋先生には本当、ご専門以外のところも含めてですね、非常に広くカバーして、えー、いただいて、私たちも改めて、えー 自分たちが取り組んでいた、まあ、一生懸命やってきているつもりなんですけれども、どうしてもこう視野が狭くなってきてしまうというところがあります。特に刑事司法という切り口で考えてい,るいくと、どん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 深い井戸を掘っていくようなところがあるんですけれども、改めて一歩引いてですね、えー、全体としての,、まあそのまさに人権、民主主義、法の支配といった価値を支えているものは何なのか。 一人一人がその誠実にこの状況に向き合うためにはどうすればいいのかというまあ貴重なご示唆をいただいたというふうに思います。えー、本日は本当にどうもありがとうございました。皆さんえと、拍手を <laughs> 心の中で <laughs> 送っていただきたいと思い,ました、えー、思います。本当にどうもありがとうございました。ここそありがとうございました。本日のウェビナーはこれで終了させていただきます。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。